こんにちはえっと言います、えっと、今回はソフトテニス YouTube はやらない方がいいよっていう話ですでソフトテニス YouTube のことをお前が語るんじゃねえって思うかもしれないんですけど、まあ、一応ソフトテニス関係の動画をアップし始めて1年ぐらい経って、まあ、ソフトテニス YouTuber 的な感じで それなりに活動をしてきて、まあ、分かったこともあったのでまあ、ゃりたいなと思って、えー、としゃ喋らせてください。で今回の話なんですけどあのソフトテニス YouTube で儲けてやろうっていうモチベーションでやるのはおすすめしないよっていう話です。趣味で動画をソフトテニスの動画をアップしたり、えー、ちょっとお小遣いをもらえたら嬉しいなっていう。 モチベーションでやるのは全然、OK、だと思いますもう一回繰り返すとこれで儲けてやるぞ大金をゲットするぞみたいなそういうモチベーションでソフトテニス YouTube はやらない方がいいよっていう話です。まず理由の一つ目がが、えー、再生単価が低いいっていうことでよくあの YouTube の再生単価その収益の話で1再生0.1円っていう話があるじゃないですか。 でも YouTuber はよくその1再生0.1円は嘘だよみたいな話もするじゃないですかなんですけどあれあのソフトテニス動画においては本当なんですよね1再生0.1円なんですよあまあもちろん一再生1再生0.1円じゃない動画もあるんですけど、えー、まあ短い動画とかだともうソ,ソフトテニス関係の動画は1再生0.1円っていう感じです僕がやってる感じだと でソフトテニス YouTuber ってここ1年でかなり、まあ、僕も含めて、えー、たくさん出てきたと思うんですけどあの収益化の基準であるチャンネル登録者数1,000人を達成した後に更新が少なくなる動画投稿が少なくなる人が結構多いんですよ、まあ、多いなと思ってたんですねでそれ多分 YouTube 収益の思った以上の少なさになんかショックを受けたからなんじゃないのかなっていうふうに 勝手に思ってますであの理由の2つ目じゃあ再生単価を上げるために、えー、動画を長くすればいいんですね動画,が動画が長くなると再生単価が0.2円とか0.3円とかに上がるんですけど今度はあのソフトテニスの長い動画ってあの本当途中でみんな見るのやめちゃって最後まで全然見てもらえないんですよねだから 再生単価がもともと低いし、再生単価を上げるために長い動画を投稿しようと思うと、えー、今度は見てもらえないってことで、結局、その動画からその広告収入を全然得られないっていうことになるんですね。だから、ソフトテニス YouTube はやらない方がいいって僕は思ってます。で、あと3つ目の理由が、競合が多すぎるっていう話です。ライバルが多すぎる。 単に試合動画をアップ投稿したりナイスプレーを紹介したりするだけだったらぶっちゃけ誰でもできるじゃないですかその試合の動画を撮ってそれをアップすればいいだけなのでって感じで競合がむちゃくちゃ多いんですよねあと競合が多いっていう観点で言うとあの有名選手が出てくる指導動画も競合が多い感じがするんですねっていうのは 有名選手が出てくる指導動画、ボレーはこうだよとか、フォアハンドのストロークはこうだよ、バックハンドのストロークのコツはこうだよっていう説明してる動画ですね。これってなんかみんな言ってること同じなんですよね。だから結局、みんな言ってること同じだから、全部同じ動画って感じに見えちゃうので、結局、ライバルが多すぎてその、せっかくいい動画をアップしてもその、再生されないっていうのがあります。あるかなと思ってます。 であと超有名選手のプレーしか見てもらえないっていう理由もでかいですね。あの船水選手とか植松選手とかあと増田選手とかの超有名選手の動画っていうのは見てもらえるんですよ。でみんな再生するんですよっていうか僕も再生するので、まあ、まあみんな見るんですよ。ただ超うまいし全国レベルの実績があるんだけど今は日本代表レベルではないよねっていう選手。 例えば、過去にインハイで優勝したとか、過去にインカレで優勝したとか、そういう人ですね、のプレイの動画って全然再生されないんですよ。あと、超有名選手だったとしても、女子の選手の動画は全然再生されません。つまり、再生される、なんていうのかな、ネタがすごい限られてるんですね、ソフトテニス YouTube って。 そこでそれなのに競合が多くてっていう感じなので本当その苦しいんですよねソフトテニス YouTuber ってで最後の理由がソフトテニス YouTube をやらない方がいいと思ってる最後の理由がソフトテニス YouTuber のトップの人でも悲惨な状況だよっていう理由悲惨っていうとすごい失礼なんですけどまあ ユーチューバーとしてはかなり悲惨かなって僕は思ってて例えばあのチャンネル登録者10万人超えのあゆ太郎さんなんですけどあの最近の動画1動画で大体1万から2万再生くらいなんですよねむちゃくちゃ少ないんですよあのト,ップトップの人じゃないですかソフトテニスユーチューバーとしてなのに1動画1万から2万再生ぐらいであと えー、チャンネル登録者数に2.5万人のマサトさんカンボジアのマサトさん、えー、結構好きなんですけどあの動画見てみたら一動画5,000から1万再生ぐらいこれ,もこれもむちゃくちゃ少ないですよね、まあ、彼らユタロウさんとかマサトさんは、えー、企業から案件をもらっていて、まあ、それでお金ががっつり入ってくるだろうから、まあ、それで問題ないと思うんですけど 普通の人が YouTuber ソフトテニス YouTube やったとしても案件なんかもらえないじゃないですかだからソフトテニス YouTube でがっつり稼ごうっていうのはかなり苦しいですよねでなんでそうなっちゃうかっていうと結局のところソフトテニス業界の人口が少ないっていうのが理由かなと思ってますであの船水隼人プロの公式チャンネル見てみたんですけどチャンネル登録者数今 1> 1万人なんでですすよよねねびっくりですよ、ね、あんな素晴らしい選手の日本のトップの人じゃないですかの人の公式チャンネルが登録者2.1万人で動画は動画の再生数見てみたら、まあ、平均すると1動画2万くらいでした、まあ、結構ばらつきがあったんですけどまあ大体 1, 1動画2万くらいかなってで公式テニスのプロの選手とコラボした動画があったんですけど あれは8万再生9万再生12万再生っていう感じですこの公式テニスとの差がえぐいんですよね公式テニスの人も見てくれたからえ公式テニスのプロとコラボした動画は8万9万12万再生もいったわけじゃないですかでも単純にソフトテニスだけの動画だと2万再生とか3万再生とかぐらいになっちゃうだからすごいソフトテニス業界の人口の少なさが なんかそこからも見えてくるんですよね。って感じで、まあ、まとめると再生単価がそもそも低いで再生単価を上げるために動画を長くしようとすると今度は最後まで見てもらえないソフトテニスユーチューバーの競合が多すぎる動画は超有名選手のプレーしか見てもらえない再生数が稼げない。で ソフトテニス YouTuber のトップの人でも結構厳しい状況っていう理由で、えー、そんなにソフトテニス YouTube に夢見ない方がいいのかなって僕は思ってます1年間自分もやってみて本当にそう思いましたで僕まだ1人で運営してるからいいと思うんですけど複数人で YouTube チャンネル運営しようってなったらこの収益を2等分3等分ってするわけじゃないですかそしたら かなり苦しいですよねで。動画自体はすごいためになる動画だと思うんですけどどんなにためになる動画を上げたところで収益にはなかなかつながらないっていうのが今のソフトテニス YouTube の現状なのかなと思ってますだからこのこれで儲けてやろうっていうモチベーションでやるのはおすすめしないよっていう話ですあくまででも趣味でアップしたり、 ちょっとお小遣いもらえたら嬉しいなみたいな感じでやるのは全然 OK だと思います。はい。で、あ最後に、えーまあ、ソフトテニス YouTuber はかなりその厳しいんですね。お金を稼ごうと思ったら、だからこそあの好きな人の動画はぜひ再生してあげるといいのかなと思います。てか、あの再生してほしい。僕も再生してほしいんですけど、えっと、他の人の動画もですね、 好きな人の動画を再生する要は好きな人の動画を再生して広告収入につなげてあげないと結局あお金こんだけ労力をかけてるのにお金が稼げないんだなって思ってみんなやめちゃうんですよねだからこの人の動画好きだなって思ったらやっぱその人の動画をたくさん再生してあげるっていうのはあの大事なのかなって思いましたのであの是非再生をしてくださいよろしくお願いします はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね